五霊神社は、奈良県奈良市薬師堂町にある神社。旧社各は孫社。なんと五霊神社、木碑五霊とも呼ばれる。元号寺五十堂跡の南西に鎮座し、井上皇后、小部新王等八所大臣を祀っている。正規寺町の須藤天皇社と共に、なんとに大御霊者とされる。神徒である平安系で、薬病が流行し、その原因は怨霊であるとした。 寒武天皇は、キュートである、平城京の三つの入り口にそれぞれ、上津道には、沢原親王を祀る須藤天皇社、下津道には、おさべ神皇を祀るおさべ御両社、そして中津道には、井上皇后を祀る当社、井上御両社を造営することとした。延暦19年に創建されたばかりの、大和国内郡霊安寺、御霊神社から、 井上皇后の御霊を勘定指導者を創建すると御霊会を行っている。かつては元号寺南大門前にあり、その門前は井上町と呼ばれる。元号寺小須には南大門脇に信用者が描かれている。治安二年の備御霊司法画町には延暦年中に井上内新郎に皇后の位、他人大二皇太子の位を追復し、 沢羅親王に、蓮堂天皇と追称し、宗祖税を文手願号寺に、納めめ、諸辞に、総手皇后井上内親王、皇太した二号の礼を、とむ比い飛球、必死とかも、世間をもそうならす薬病も、三た息され派、百姓等かしこれうれひて毎年に国々どころに、ご了解を、行夫、夏畑かしじか天皇を祭りり、秋杯の上内親王を、祭りリホールと記されている。 冒徳3年10月20日の土一期による、願号寺焼き討ちの火災のため当社も消失し、後に、現在の地に遷入された。以後は、願号寺の陳寿者としての役割も強くなり、大乗院寺者雑事記では、願号寺御霊者と記され、文明15年9月13日の上には、京願号寺お玉祭りなり、頭人高畑里に、在のうんこの社派五八所のうち、 藤原の左上神事、平行云々と見える。祭神もこの頃には、南都名所州にいると、キビ・マキビ以下の八所五両を祀ると記されている。八重桜にも、元号寺鎮守として、キビ大臣を祀ったとある。明治時代になると孫者に劣せられ、さらに、新鮮兵白領とも新社となっている。鳥居薬病流行の際には、中海道に、井上皇后、上海道に、 沢良親王、河海道に、大沢親王の御腰を据え、駅間の侵入を防ぐという信仰があった。現在も七十が、町五千余県の広範なうこそを持つ。健康長寿、カウン繁盛、平和の神として広く信仰を集め、霊祭では、御腰が二年かけて七十が、町すべてを巡る行事が今にまで伝わる。並ぼうもく田中井によると、宇治古県は、北は、 持ち糸の町の南の辻、南は京場手村、東は笠崎町、鶴福院町、西は大森村、杉が町を限りとして64町に及び、霊祭の御子と御の行列も神であった。古くは、霊祭は9月13日で、官主は、幸福寺の交渉座である寺座の大工が務めた。本殿原江戸社出世なり社、ありがとうございます。